チャンネル登録者数100人記念 YouTube 活動振り返り。こういうジャンルの動画が伸びやすいというような話もしていきますので、動画投稿してみたい方の参考になるような話もしていきたいと思います。簡単にこのチャンネルを説明しますと、2022年5月17日にチャンネルを開設して、その日に1本目の動画を投稿しています。チャンネル登録者数が100人を超えたのは2023年の2月14日と記憶しています。およそ開設から9ヶ月で100人になりました。改めて100人の方にチャンネルを登録していただいて大変ありがたく思います。ただ自分でなんでこんなニッチなチャンネルが100人も登録してもらえたのか自分でもよく分かってないところがあって、よかったらコメント欄にこういうところが良かったですとか、あとこういう今後こういう企画をやってほしいですっていうようなことがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。自分もいろいろ悩みながら瞑想しながら活動しているものでして、感想を聞かせていただけたら嬉しいと思います。チャンネル開設当初のことなんですけど、初めて投稿した動画は数日経ってもほぼ再生されませんでした。今も50再生くらいです。 YouTube のおすすめ機能ってあるじゃないですか。開いて上の方に動画が表示されるやつですね。おすすめで出てくる動画って再生数が1万再生とか10万再生とか当たり前のように並んでいるので、私も YouTube を始めた当初はもっと簡単に再生されるものだと思ってました。ここで早々に現実を知りました。今思うと YouTube 始めたての私の動画はクオリティが決して高いものではありませんでした。飽きるシーンが多いし、テロップの文章は分かりづらいし、とにかくわけわからんくらいテロップがクソでかかったです。余談なんですけど、母親が老眼でこんなちっちゃい文字じゃ読めないっていうのを幼少の頃から言っているのをよく耳にしていて、それで影響を受けすぎたんだと思うんです。それから他の人の動画を見て参考にしていくうちに普通の大きさになりました。初期は Vlog 的な動画をよく投稿してました。再生数としては特別伸びていないものの、そのジャンルが好きと言ってくださる視聴者さんがいることと、私自身が割とお気に入りのジャンルなので消さないつもりだし、今後も機会があれば投稿したいと思っています。この時は気持ちが大きかったので、後に恥ずかしくなったり黒歴史になるような動画も作りました。最近2本非公開にさせていただきました。みんなごめんなさい。いいねしてくれていた方すみません。この頃に私の YouTube のおすすめによく上がっていた動画が、 YouTube を始めたばかりだったからなのかもしれないんですけど、登録者数を増やす方法というような動画がよくおすすめに上がっていました。中には不安を煽るようなタイトルのものもあって、何ヶ月以内で登録者数1000人いかないのは絶望的というようなものだったので、私の心に一抹の不安が差し込んだりしていました。ですが YouTuber の方の中には、長期的に考えてチャンネルを運用して数年かけて登録者を増やしたとおっしゃっていた方もいたので、焦らずやろうと思うことができました。これは短期間でチャンネル登録者数何人以上というような方法を否定しているわけではなく、自分にとってはストイックな方法は合わないと思ったので、私は長期的な運用を選択しました。ある程度数字が伸びやすい運用というのは調べるといろいろ出てくるかと思うんですが、全員に合う方法はないということを自分の身をもって感じたのでお伝えしたいと思った次第でございます。チャンネル開設初期の動画の再生数は基本的に2桁でしたが、
時々3桁になるものが出てきました。初期の失敗を経てトライアンドエラーを繰り返して動画のクオリティはいくらか上がったんじゃないかと思います。初めて3ヶ月ぐらいに伸びる動画の傾向が少しずつ分かってきました。このチャンネルでは今から話す3つの種類の動画が数字が伸びています。1、人気コンテンツに関する動画、これが大きいです。というかほぼ全てで、このチャンネルはバリバリに SKE48 の人気に乗っからせていただいています。 SKE48 には足向けて眠れません。このチャンネルでは主に SKE48、家具組み立て、料理の3つのジャンルが人気があります。私が初期の頃 SKE48 の踊ってみた動画、ショート動画なんですけど、を毎日投稿していたことがあって、毎日投稿しようと思ったきっかけはダンスの練習のためでした。最初は曲が完璧に振り入れてきた状態で投稿しようと思っていたんですが、ダンス初心者がアイドルのダンスを独学で孤独に練習し続けるのはしんどいと思ったので、その過程を公開することにしました。実際再生数としては日によってばらつきがありました。ですがショート動画は人目に触れやすいことと毎日投稿していたので、より多くの方に見ていただけたのだと思います。2、実用的な動画。実用的な動画は需要が高いと思います。先ほど家具組み立ての動画が人気があると話したんですが、その家具の組み立て方の動画を他に投稿している YouTube に投稿している方がいらっしゃらなかったので、参考になる方はもうゼロではないかなぐらいの軽い気持ちで投稿しました。そしたら再生数が少しずつ伸びて、この動画がこのチャンネルを牽引していた存在でした。そしてチャンネル開設から9ヶ月目にして、初めて1万回再生動画が生まれます。 3、 料理動画。こちらも軽い気持ちで投稿したもので、自分でもなんでこの動画が多く再生されているのか分析できていないんですが、衣食住に関わるものは強いと予想しました。よかったら料理動画の魅力もコメントで教えていただきたいです。ダンス動画もなんですけど、料理動画は国内のみならず海外の方にもたくさん見ていただけて、言葉以外で伝わるものがあるジャンルって強いなって思いました。映像で見せるような動画も今後勉強していろいろ出していけたらいいなと思うようになりました。あくまで数字の伸びに関してなんですが、このような結果になりました。ここで数字の話をしたので、それに関係する話なんですが、私が動画投稿活動で受けたリアリティショックとして、動画作成の労力と反響は比例しないということがありました。もっと具体的に言うと、編集作業に力を入れた動画があまり反響がなく、逆に気楽な気持ちで投稿した動画が大きな反響を生むといったことがあるということです。前提としてどんな動画も反響があることは嬉しく思います。ただ私がただの普通のコツコツ系会社員の世界で生きてきたもので、エンタメ界の労力とか関係なく数字が大きいコンテンツが前面に出るという方式が根付いていないので、戸惑いがあるということです。ざっと振り返ってみたので、最後に今の YouTube に対する私の思いを話しますね。 YouTube の活動楽しいです。自分を表現することが好きだし、自分のことが好きなので、自分の動画を見るのが好きなんですよ。
他の皆さんはどうか分かりませんけどね。でもあれだけは嫌ですね。自分の過去のダンス動画を見返すのは、なんでそんな動きヘナチョコなのって思います。そこは愛せないです。というように、私は YouTube で自給自足をしているわけなんですが、楽しみはもちろんそれだけではありません。他には YouTube では普段とは違う自分になれるのが楽しいです。自分はポジション的に目立つとか主人公タイプではないんですけど、自分のチャンネルでは主役になれる楽しさがあります。そして一番のやりがいは皆さんに見ていただけることです。いつも言ってますけど、皆さんのおかげでこの活動を続けられています。コメントやいいね、再生も一つ一つが私の支えです。いつも本当にありがとうございます。踊ってみたの毎日投稿してるときに、この動画を見ることが日課ですと言っていただけたことや、料理動画で視聴者さんの思い出の食事を振り返るコメントが嬉しくて、誰かの生活の一部になることが私の喜びでもあると気づきました。それ以来、朝ドラや大河ドラマのように人間の一生をお届けすることを裏テーマに活動したいと思っております。ライフワークとして活動して、高齢になったら編集作業が難しくなると思うので、おばあちゃんライバーになるのが夢です。なんでね、自分がこんなに楽しく活動させてもらっているので、このチャンネルは今後もっと大きくなりますよ。皆さんにももっと楽しさを供給できるチャンネルでありたいと思っています。という締めで終わらせていただきます。ありがとうございました。